ここんにちは、この,はやの大島です。今回はですね、こちら見えてますかね、コンテンツマーケティング用サイト、あるいは集客するためのブログサイトを起点とした Web 集客の流れについてお伝えしていきます。まあ、こちらね、今回公開するんですけれども、こちらのね、流れに沿っていただければ、もちろん集客というのができるようになりますし、こちらはまあブログでの集客ですよね。なので、無料で集客する方法という手法になります。 もちろんね、リスティング広告とか PPC 広告、ディスプレイ広告とかね、Facebook 広告と、あらゆる手法ありますけれども、あっちは有料の集客手法ですよね。それは、ね、もちろん有効なんですけれども、やはりメディアとかにね、そういった手法に頼ってしまうと、資料体効果がね、悪くなってきた、悪化した時にやはりね、依存してしまっていると、そこからね、だんだん採算が合わなくなってしまいますよと。 いうことで、やはり自分のメディアですね。まあ、オウンドメディアって言い方もしますけれども、アクセスの集まる、集客のできるブログサイトがあれば強いわけですよね。なので、有料もやりつつ、こちらも育てつつという流れが基本になります。ではですね、この流れ、ブログのサイト、コンテンツマーケティングの方法について見ていきます。こちらはブログのトップページですね。こういったサイトをね、私たちは作らせてね、作成させていただくんですけれども、これを、まあ、これトップページになります。 でね、通常、このトップページにはアクセスって来ないわけですよね。例えばこれです、ね、ランニングページ高加速でアクセス解析におすすめのワードプレスプラグイン5000という、こういった記事にね、まあ、興味を持って、Google で検索をして何らかのね、悩みとか課題を持って、ここの記事にたどり着くわけですよね。そうすると、一つ目が、ブログの記事下の,の CTA というところ、ブログを読んで満足してくれた方がこの CTA というところにたどり着きます。これね、たった2時間でつける LP が作れる。 2時間で LP がつけるランディングページ攻略法という CTA、今すぐ申し込むという何か行動動線というのが設置してあります。やはりね、もちろんブログでマーケティングを行っていくからにはですね、ブログを読んだだけではね、そちら何か行動を提案しないと、やはり集客、まあ、メールアドレスを集めるにしてもそうですし、何かに申し込んでもらうにもそうですよね。何か行動動線がないとね、仕組みとしてはダメなわけですね。なので、こういった読んでくれた後に、例えば Twitter のシェアボタン、Facebook のシェアボタンという風にこういったものを設置しておくと。でさらに 先ほど言った CTA ですよねで。これ実はね、この下にもね、申し込めるんですが、実はこの記事にと訪れた時の横のサイドバーにもね、実は設置してあります。ランディングページ攻略方法の動画講座、これに申し込めますよということですで。試しにこのサイドバーから行ってみますね。でそうするとね、これ、オプトインページと呼ばれます。見込み客のリスト、メールアドレスとか、情報を集めるためのページですね。 これ、無料ウェブ動画講座ということで、これが無料オファーとか、無料プレゼントということになります。無料でこれをあげますよということで、無料であ、ね、げる代わりに、はい、ここ、アドレスくださいねということですね。これがオプトインページです。でここにアドレスを、ね、入力します。と。例えば入力をしてみますね。で送信すると。ということで押すと、このね、お申し込みいただきありがとうございますという、サンキューページというものが流れます。そうすると、まあ、ブログを見た人が、もう一回ブログに戻りますね。 でブログをこう見た人が、まあ、あらゆるこの記事じゃなくてもね、他にも記事たくさんあるので、こういった記事をね、訪れた人が、下とかね、横から申し込むと。でこれ今すぐ申し込むだと、先ほどの流れと一緒ですね。ここに申し込んでくれるということになります。これが、これ欲しいさに申し込んでくれるということですね。そうするとメールアドレスがね、手に入るので、そこから定期的に接触が可能になりますね。で、さらに、ここの後どうするかというと、ステップメールというのが流れますと。 ま自動返信で行って、ステップメールで何通かにわたってメールが流れてきて、最後に有料商品、本当に売りたい商品の提案ということになります。例えばどういうものかというとですね、こっちですね。はい。これですね。これがステップメールです。私たちの使っているメールチンプというソフト、海外のソフトなんですけども、これでね、HTML という、こういったね、ちょっとブログのデザインを施したような、ブログのようなメールですよね。画像とかも入って、ロゴとかも入っている。で、これでコンテンツを伝えるわけですね。 ステップメールでね、何が重要かというと、やはり伝えたいことを順番に伝えるということが大切になるわけですね。いきなりね、最初の人に商品を提案してもしょうがないわけですので、順番に伝えて教育を行ってから商品を販売するということになります。これがここで3の巻となってありますけど、これね、5通とか7通とかに分けてやっていくと。で、最終的にね、こういったコンテンツをね、配信をした後に、ランディングページへ誘導するわけですねで。そのランディングページどういうものかというと、ここからですね、こういったものです。 ステップメール、先ほどの HTML で、HTML メールにおいて、ステップメールの最後に、ね、特別なご案内がありますよということで、こちらのランディングページ、本当に売りたい商品のランディングページに流してくるという形になります。でこちらで申し込んでもらうという流れですね。これがブログを起点とした Web マーケティング、Web 集客の仕組みになります、ね。よろしいですかね。はい。先ほどのこのブログ記事から、 最初はね、ここが出会いですよね。見込み客の方と出会いなんですけども、最終的にステップメール、オプトインページを通じて、このランディングページ、売りたいものに誘導すると。これがブログを起点とした Web マーケティングの、まあ、鉄板の仕組みの作り方になります。ぜひ行ってみてください。